昔々あるところに、いつでも熱血で勢いのある炎の国の王様ケナ太郎と、筋トレだ。いつでも冷静沈着で頭の切れる氷の国の王様ケナスユがいました。知性こそ最高の武器、たくさんのことを学ぼう、カズキ。二つの国の王様はいつも筋肉と頭脳のどちらが正しいのかで喧嘩ばかりしていました。今日もそんな二つの王国で何かが起こってしまうようです。炎の国の王、今日こそ決着をつけようじゃないか。うん、氷より炎が優れてるってところ見せてやるからな。ちょっと、もうやめましょうよ。うるさい騎士団長カズキ、これは国王同士の問題なんだから口出さないで。命がもったいないぜ。俺たちの問題だからな、黙ってろてめえはな。今日勝った方の国が偉いってことでいいな。うん、望むところだ。ああ、また始まっちまったぜ。お互い大変ですね。まったく、国王の二人が仲良くしてくれるなら炎と氷、お互い手を取り合っていい国にあると思うんですけど。今度デートに行きませんか。いや、そうだったら無理です。よし、行くぜ。さあ、来い。うわ、うらら、ドラ、ファイヤー、ファイヤー、くそ、サンダー、うらフロストストップ、からの、なに、こいついつにも増して熱苦しいな。待って、つい置いちゃった。よいしょ、どうにかしてこいつの猛攻を止めないと。待って、そうだ、思いついた。あそこ、え、 UFO だ、 UFO。 UFO よし、今だ、どこ食らえ、俺の必殺技、よいしょー。おい、ずるいぞ。やっぱね、筋肉とか熱苦しいのより頭脳が大事なんだよ。なんだよ頭脳って、お前今ズルしただけだろ。うるせえ筋肉バカ。は、バカ悪口も思いつけれない、バカバカ、悪口も思いつかないのか。くそー、悔しいよー。よくこーあいつに悪口言ってくれよー。いやケナ太郎様、あなたはバカなんですから。お前、家臣だろ。家臣からもなんか言われてんだけど。マジショスぞ。おいあんま慣れてた、マジショスぞ。マジショスぞってかわいそうじゃん、ちょっと。そう、一回勝ったからってそうやって調子乗りやがって。ああ、こうなったらもういいよ。こんなしょうもない戦いはもう終わり。俺とお互いの国をかけて大勝負をしろ。お互いの国をかけて大勝負、いきなりすぎる。そうだ、勝った方が炎と氷連合王国の国王、負けた方はショス。いや、そんなこと絶対にしないわ。ブブっちゃんだわ。なんて、キーム、ブブっちゃんだろ。は、おい、ビビってないよ。じゃあ戦おうよ。おー、いいよ、やってやるよ。その代わり、負けてもやっぱなしとか、さっきみたいにあーズルじゃん、ズルとか言うなよ。言うわけないじゃん。え、待って、ケンス、UFO いる。今だ、おら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 ジュレバッタン、戻ってきた。ってことだからよろしくな、ぬぐこ騎士団長。あとは任せたぞ。本当にやるんですか。炎の国王 VS 氷の国王でお互いの国をかけて戦うって、それマジなんだぜ。騎士団長カズキもよろしくね。よくないぜ、命がもったいないぜ。それ流行ってんの、それ言うの好きだね。まあ、対決の内容は後でこいつと話し合って決めるから。嘘だろだぜ。でも逆らえないな。あ、分かったぜ。はい、よし、ってことで皆さん、今から氷の国王ケナスユ VS 炎の国王ケナ太郎でお互いの国をかけて戦うよ。どっちを応援するかコメントで教えてね。なんか炎出てる。ケナスユチャンネル。よし、それじゃあカズキ、早速特訓するぞ。ケナスユ国王、
本当にこんな場所で特訓するんだぜ。ああそうだよ、和樹団長は知ってるか、この氷のね神殿の先にすっごい化け物がいるらしい。ああ聞いたことあるぜ、アイスマジシャンだろそんな名前かはわかんないけど、まあそのね氷の化け物を今回の特訓で倒すんだよ。いやいやいや危ないんだぜ、死んじゃったらどうするんだぜ。いやいやまあまあ大丈夫でしょ、そいつもさなんかめちゃめちゃ強いらしいんだけど、どうやら氷魔法最強の巻物を落とすんだってそいつ。その魔法を覚えるために倒すってことなんだぜ。そういうことそういうこと、よしってことでいくぞ。うわー何なんだぜこの声。この声ま待ってまさか、わっいたあいつだあいつ、てか眠ってるみたいだ。よし川崎騎士団長まずは行ってこい。俺が行くんだぜ。ほら行ってこい。これ勝ったら国王交代だぜ。無理だよそれは。ほら今がチャンス、行ってこい。見せてなかったあの技を使うぜ。なんだ、神聖なる氷よ、我に力を貸し、宿った魂は全ての怒りとなる。なんかめっちゃ炎症してる。アイスマジック第8の方。え待って起きたよ。ドラゴニックアイス。ちょなんで俺の方向に来るの。じゃがいも。なんで俺の方で来るんだよ。俺が本物のじゃがいもだ。ごわー。カズキやばい、くそあいつ戦うしかないか、やばいやばい、いっぺんフロストステップで逃げて、ほっおらどらおらおら、気にするかこんな、おら行け氷塊、ほらでフロストステップで避けてからの最後は剣で終わりだお前、どらでやー、オッケー、いった、お倒した倒した倒した、やっと倒したぞ。カズキ、お前の死は無駄にしないぞ。勝手に殺すなだぜ。川崎騎士団長、生きてたんだ。危なかったぜ、ぶっ飛ばされたけどギリギリ生きてたんだぜ。ああ、ギリギリだったよね。もう凍って死んじゃうかと思ったよ。しかも見てこれ。うわ、それが最強魔法がゲットできる氷魔もって。ちょー使う痛い。今この状況を見ているのは俺と国王だけ。何、つまり俺がこの魔法を使って国王を暗殺すれば、なんかよからぬこと考えてるな。おらー私のグワーン、返せ巻物。返すぜ。よいしょ。でも国王本当に国をかけて勝負するんだぜ。いや当たり前じゃん、もう引き下がれないからね。よしそれじゃ行くぞ。キャラクエチャンネル。それではただいまより炎の王国 VS 氷の王国、お互いの国をかけたバトルが始まります。はぁ、おじけづかずにちゃんと来たんだな。お前こそな。こっちとら昨日一日中腕立て伏せとスクワットしてたから準備万端だぞそれだけ、それしかしてないの。ああすごいモンスターを倒しに行ったりとか、なんかすごい武器を手に入れたりとかは。すごい腕立てしたこんなやつに負けてたまるか。俺だってね、川崎騎士団長と特訓したからね、絶対負けないぞ。川崎騎士団長ね、うん、昨日ツイッターで王様暗殺して俺が国王になるみたいな言ってた。あいつ気をつけた方がいいよ。あいつやばいな、いろいろと。ジャガーじゃねえよ。じゃあとにかくボコボコにしてやるからな。それじゃあ第一試合に行こうぜ。よし行くぞ。で何すんだよ。ちなみにルールは3本勝負で、先に2勝した方が勝ちね。はいはいはい。バトル内容はお互いが選んだやつが1つずつと PVP、 この3種目。なるほど。よし、じゃあ1試合目は俺が決めたルール、ファイヤーアスレチック。ファイヤーアスレチック、ここのことか。このアスレチックをまあとにかく先にゴールした方が勝ち、シンプルだろ。なるほど、わかった。いいだろ、乗ってやろうこの勝負。じゃあヌグちゃんが、あれね、審判だよヌグちゃん。わかりました。ヌグちゃん、もし俺が負けそうになったら攻撃してておくから。なんか今言ってなかった。言ってない。まあさすがに反則とかないだろう、こんな国をかけた戦いなんだから。カズキくん、あのもしここであの人が事故死したら
君国王だよ。ジョジョコ。滑ったぜ。おい、なに、おい、カズキ、おい、カズキ、やばい、おい、お前覚えとけよ。ジャガー。氷の国出身の君には少しここ暑いんじゃないか。俺からしたら庭だけどな。くそ、ほんとだ、もうマグマで。てか待って、やばい、暑くてめちゃくちゃもう肉のゲージが、スタミナが切れてきてるんだけど、走れない。まあここは俺からしたら簡単だからね。先行くによー。よ、走れなくなった、走れなくなった。飯食わないと。よいしょ。くっそ、めちゃくちゃ暑いじゃんここ。フロストステップで瞬間移動して、オッケーオッケーオッケー、近道近道。くそ、やばいやばいやばい、先に行かれてる。よーし、あーよしよし、俺の方が先に行けよ。痛い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 。フロストステップ、よし、なんとか上がれた。ここはターニングダッシュで行ける。あいつめっちゃ速い。あちー、え、でも火のダメージは、あちーけど、まあマグマ食らっても俺ダメージ入んないからね。そ、さすが、なぜなら毎日筋トレしてるからな。関係ないだろそれは絶対。炎の国の王だから、炎には強いってか。もう全然走れねえよ、クソが。さあゴール近いよ、もうゴールしようよ。クソ待て、ここからフロストステップ。よし、あぶねえ、もうゴールだよ。どこいんの。いや、まあ全然遠い全然遠い全然遠い。ファイヤーボルト、ほらほらほら、よいしょ、あいゴール、あぶねえ、負けるかと思った、言い訳出してたら。クソ、隙をついていけたかと思ったに、ちょ、もう暑くて暑くてご飯食べてないと体力が切れちゃう。筋肉 is justice。 くそ、まあいいよ、1試合目負けたけど次は俺のステージで戦おうじゃないか。いいだろう、次のステージで飛ぶぞ。せーの、ぴょーん、よし、それじゃあ戦っていくぞ。ここか。2試合目は見ろ、クリスマスツリー飾り付け対決だ。こっちにあるだろ、両方クリスマスツリーが。おー、なるほどね。君は俺のことをバカバカ言ってたから、こういう知能とかセンスとかが問われるものなら勝てると踏んでるのか。まあいい、お前は黙ってろ、早速やろうじゃねえか。そんな、そんな、これ取ればいいのね。制限時間は1分半だ。1分半で綺麗に飾り付けた方が勝ちだ。じゃあ行くぞ。行け、よーい、スタート、スタート、かー、飾れ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 、おらおらおら、飾れ飾れ、よし、飾れ、ほらー、ほらー、こうやってライトをつけてあげて、いい感じいい感じ、よし、俺もいい感じだぞ。燃えろ燃えろー、ケナ太郎建築、よし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 、うわー、待って、なんか燃えてる、あ、ダマ、ちょっと、なに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 、おい、なんでだよ、待って、待って、めっちゃ燃えてんじゃん。終わったということで、ケナ太郎は木が燃えたんで、ケナスイの勝ちです。そう、炎の国の王様って結構大変なんだよな。歩いてると通りすがりの人が燃えたりするからさ、たまに。怖すぎだろそれ。よし、ここまではとりあえず1勝1敗だな。さあ、勝負は最終試合に持ち越しってことか。こうなったら正々堂々 PVP でどっちが強いか決着つけようじゃねえか。よし、それじゃあ準備はいいな。もちろん、絶対に負けないからな。それじゃあ試合開始。うわあ、さあ来い、俺が連合国の国王になるんだ。お、瞬間移動。何してんだよ、そこで適当に振り回してるだけじゃないか。剣振り回してるだけじゃないか。オッケーって暗い、フロストステップからの必殺奥義、くらえ、凍え、凍えろ凍えろ、よしよしよし、凍えた、くらわぬ、氷塊、どうだ、くらわぬ、くらわぬ、こいつすごい熱血すぎる、アイスクリスタル、俺の炎で全て溶かしてやるんだよ。何、やばい、痛い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 、
やばいやばい、こうなったら使うしかないようだな。俺の必殺の伝説のレジェンドソード。ちょっとそれ聞いてないぞ。ちょっと待ってくださいこれはこう呼ばれる。カズキ、新国王。新国王。氷魔法ファイナル奥義。なんだ？エターナルバイスショット。なんだ？うおーい、やばい。なんだそれ？アイス。お前。カメカメパー。お前裏切ったな。俺の国に入りたいやつも入りたくないやつも。チャンネル登録してな。じゃあなだぜ。じゃがじゃがじゃー。